あのね、お外には出れないんでね、ちょっとベルト外してた。あ、そうやで、ね、そうですよ。俺ハヤテの俺が頼んだやつが俺が頼んだやつがハヤテの部屋に行って、ハヤテが頼んだやつが俺の部屋に来てた。お疲れ様です。ちょっとせっかくなんで一緒にご飯食べてください。まったりと。いやー、初めて今日はですね、プロミスを初披露させていただきまして、ありがたいことに、本当になかなかシングル曲というか、まあ兄弟曲じゃない楽曲をテレビで歌わせていただけるなんて、本当になかなかない機会なので、本当ありがたいなと思いました。プロミスいい曲ですよね。パスタとステーキにしました。お肉はね、お肉のみで食べてますよ、ちゃんと。でも同じフォークなのかちょっと嫌だな、さすがに納豆好きといえども。お肉めっちゃ美味しいよ。このゆるい配信なんで、すごくあれしてくださいね。ゆるいのがちょっと無理だわっていう人は、ぜひ今度歌う時に来ていただいて、聞きづらい。髪型がかっこいい。ありがとうございます。ミミさんが喜びます。ミミさんの髪の毛すごいんですよ。帽子一回かぶってさ、帰ってくるわけなんですけど、本番が終わった後ね。でもね、帽子取ってもね、ほとんど崩れないんですよね。そう、すごいよね。みひろさん、ありがとう。ちょっと呼んでなかったね、今日。ご飯食べるのに必死で。ここね、モックネックって言ってね、ここがね、開くようになってて、ちょうどここにネックレスつけると、ネックレスがうっすら見えるっていう風にできてるんですよ。これを着てると、なんかちょっといつも僕がプロデュースしてるネックレスが映える気がして、よくこの服着てます。納豆食べるのはちょっと配信に向かないね。いや、ほんとね、ちょっともうちょっと赤身のところにしよう。どうでした、皆さん。初めてのプロミス。ごめん、
衣装がめっちゃかっこよかった。ありがとうございます。俺も今日の衣装めっちゃ好きなんですよ。ヨーヨーダイスさんありがとう。ダンプラね、そうダンプスプラクティスも発表されまして、今回も一発でいけましたよ。よかった。一発でいけなかったらすっげえ気まずいからな。オンリーソタさんね、いつもありがとう。オミワイさんありがとう。結構レアね。ハヤテのハヤテのハヤテのものがここに来たっていうのが、またハヤテ、そうだ。ハヤテ本当届かないね。本当ハヤテ届かない。蓋開けたらさ、あれ俺が頼んだやつと違うと思って、そしたらすぐにピンポーンってなって、間違えましたって。ボーイさんが、やすめめさんありがとう。もぐもぐタイム、そうそうもぐもぐタイムをしながらね、お肉冷めてる。お肉はねもうね、だいたいこういうお肉って熱々で出てこないんですよ。こういう、まあ、ちゃんとした本格的なステーキって、というかミディアムレアっていう焼き加減って本当中ほとんどレアなんで、ミディアムレアなんで表面しか焼いてないんで、すぐ冷めちゃうんですよね。おいしい。めっちゃお肉柔らかい。 ASMR になってる。それ俺が苦手なやつやん。もっと噛んで食べて。かえちゃんも食べてると思いますよ、僕のと交換した。今日お寿司食べました。いいなぁ。ピースして。今日は皆さん本当ありがとうございましたね。明日も生放送ですけどもね。はい。明日も頑張ります。はやてくんは何食べてるの？はやてくんははやてくんに聞いてください。言いたくない人もいるかもしれないから。風呂上がりじゃないよ、こういう髪型。昼ご飯何食べました？昼ご飯は吉野家で食べましたね。双子2歳の息子が大好きな蒼太くんです。見て、俺さ疲れたら見えになんねん。こうやって。わかる？昔からなんか、すっごい走った後とか、こうやって見えになって、27日で誕生日迎えるよ、お祝いして、27日にたまたまインスタライブしてたらお祝いしてあげる。嘘、おめでとう。ダイスドルフィンさんありがとう。吉野家の趣味楽しんでますか？楽しめてるのかな、楽
しめてるかわからんな。ちょっと吉野で食べ比べ食べ、私もやってるよ。うわ仲間やん、夏さんありがとう。泣きすぎると見えになる。あ、やっぱそういう人もいるんだね。歌込みました、ありがとうございます、ありがとう。今日はねスペシャルなね、あの接吻っていう曲の振り付けが流行ってるじゃないですか。ちょっとねめっちゃスペシャルなやつを実は撮ってもらって、めちゃくちゃ僕が、今日は僕がリールで自分が一人で踊ってるやつを上げたんですけど、ちょっとメンバーに協力してもらってやばい接吻をちょっと撮ったんですよ。まだちょっと内容はあえて言いたくないんですけど、結構やばいっすね。あれはなんかもうダイスのファンの方にとっては結構ほんとめっちゃ嬉しいんじゃないかなと思う動画ができたな。ぜひ楽しみにしててほしいですね。ちょっとみんなにお願いして、どういう風にやばい、それは言えないんですよ、言いたくないじゃないですか、せっかくやから。でも結構うおマジってなると思う。痛込みました、ありがとうございます。こうやってね、でもあの番組出させていただいた後にこうやってあのファンの方が今日の感想とかをハッシュタグでつぶやいてくれたりとかすると、なんかすっごい本当あの次にねそのつながったりとかしていくんでね、ぜひよかったらここだけじゃなくて今日はここが良かったよとか見てたよとかを見た方は書いていただけたら嬉しいですね。よく我々も見てますから。若ちゃんありがとう。いつ出るんですか、いつ出るんやろうな、いつ出すんやろうか。明日のは見れないから TVer で見ます。おう、ありがとう。明日もちょっと楽しみですね。どこもかっこよかった、ありがとう。紅白出ましょう、みんな力合わせて、ありがとう。知事氏おめでとう、ありがとう。疲れてない、疲れてないですよ、あのホテルなんでちっちゃい声で喋ってるだけ、恥ずかしくない。なんか廊下とかでさ俺が配信してる声とか聞こえたらさ気まずいやん。キャマさんありがとう。もうお腹いっぱいになっちゃった。すごいリーカーさんありがとうね、レイカーさん。果てしなくあなたをナチュラグのライブまたしてください。まだまだ残ってますから、まだ終わってないですよ。次名古屋でやりますからね。7人やりささんありがとう。ほなみちゃんありがとう。ほなみちゃん眠そう。眠くないけどね。ありうえろうさんありがとう。ゆうそさんもありがとう。ちゃまさんまたちゃまさんありがとう。ちゃまさんももかさんもありがとう。今の髪色本当にやってるよ。おー優しい。なんかさ髪色ってさそんな簡単に変えれないじゃないですか、何回も何回もね。まあ別に変える人もいますけど、僕とかはさやっぱこう定着してほしいからあんまりこう頻繁にポン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 変えたくないんですよ。だからまあ鏡も10年ぐらい
20年っていうか、まあ、7、8年やってたし、だからこの髪色も結構長引きな、長くしたいんですけどね。でもさ、そのよく言うんですけど、やっぱり今を褒めることが重要だと思いますよ。前が良かったって言われるより、こっち、この髪型いいよねって言ってくれた方がさ、俺もなんかウィンウィンじゃない、ウィンウィン。ほらね、よしこ番長さん、ありがとう。まあでも前の方が良かったって言いたくなる時もあんのか、しゃあないな、それはそれでな。青色の髪もしかしたら似合いそう。やったことない色はな、もうやりたくないな。もう本当にできるならそうだね、本当はね、ずっとこの色でいたいぐらい。赤ってさ、街歩くのちょっとな、大変なんよな、街歩くの。あれ、コメント止まってる気がする。なんでコメント止まったな、これ。あ、動いた、よかった。ちゃまさん、ありがとう。そうなんだよね。そうだから、何でもに合う、優しい、どんな色でも素敵、ありがとう。ダイスドルフィンさん、ありがとう。ダイツーさん、ありがとう。お風呂入るタイミング逃した。これ見ながら入ればいいんじゃない。防水 iPhone やったら防水で、生活防水。笑ってって書いてた。ダイスひとみしろさん、ありがとう。どっちも好き。そうたくん、何色でも似合いそう。何色でも似合うかどうか、似合うかどうかを決めるのって、その人一人一人じゃないですか。だからどんな髪色も似合う可能性はあるし、どんな髪色も似合わない可能性があるんですよね。アイソグー、あ、アイソグーさん、ありがとう。アイソグーさん、いつも。これからお風呂ですか。そう、これが終わったらお風呂に入ります。俺もお風呂で入るタイミング逃しそうやな、これ。でも今日はiPhone の電池が半分以下で始めてるんで、充電しなければまあ30分ぐらいで終わるでしょう。30分ぐらいで終わるんじゃないかなとは思ってますよ。11時ぐらいには終わるんじゃないかなって。おりやこさん、おりやこさん、ありがとう。部屋はや、はら、いちいちごさん。今日おトイレ大丈夫ですか。今日大丈夫です。大輝くんのライブは、すぐブチって切られて寂しいって言ってください。いや、それもうパーソナルじゃないですか。グロクニオさん、ありがとう。グロキュニオさん。ピンキースターさん、ありがとう。明日ショッピーに会いますね。おう。そうなの？いるの？会えるのか、聞いてみよう。ダイス MK0618 さん、 ありがとうございます。ユーンタムさん、今日なんか寝起きみたいで、バブイですねって、なんだバブイって、なんだ。もうね、若者の言葉にはついていけないですよ、おじさんは。あさみさん、ありがとう。りささんもありがとう。コメント読まれない。読んだよ。ねえ、痩せました。そうそう、毎日筋トレしますからね。食事宣言はしてないんですけど、まあ、我慢できる時はしてたりとかするけど、昨日も自主練してから寝たんで、今日もね、腹筋してから、最低でも腹筋をして、腹筋はね、毎日やってから寝ようと思っております。ただね、
ベッドの上で腹筋してもあんま意味がなくて、かといってこうホテルのこの床で腹筋すんのもなと思って悩んでいるんだが、それならベッドの方がまだいいかと思っております。どんな筋トレしてるんですか？ジム行って仕事してますね。あの筋トレしてますね。今はやっぱね、ジムが一番いいですよ。あの無駄なところつけないようにしてくれるんでね、ちゃんと。なんか例えばさ、こうやってやってても、同じこういう器具でやってたとしても、ここに力が入ったりとか、ここに力が入ると本来こう器具でつけなきゃいけない筋肉がつかないのと、あの無駄なところが筋肉痛になったら次ここを鍛えることができなくなっちゃうんで、別々に鍛えないとしっかりこうその部位以外のところを使っちゃうと、回復させるためにまたあの休憩させなきゃいけないのに、わざとそこを使っちゃうことによって治らなかったりとかするんで、超回復っていうのがあって2日寝かせなきゃいけないんで、まああと食事ももちろん大事で、タンパク質を取らないと筋肉にはならないんですけど、別に僕は筋肉にしたいわけじゃないので、あの脂肪が燃焼してくれればそれでいいんだけども、筋肉量を増やさないとなかなかその基礎代謝っていうのが戻ってこないので、まあしっかりと基礎代謝を戻すために筋力を一回つけて、もうよりね絞っていくっていうスタイルにしようかなと思っております。毎日インスタライブありがとう。いやまあまあ、あの逆に言うと俺すっごいそのあのみんなをこう暇つぶしに使っちゃってるよねごめん、としこさんありがとう。ダイスと松浦さんの P 多い YouTube 見ましたあれ P 多すぎやね。確かに会長が面白かった。ダイス MK0613 ありがとう。リモさんありがとう。今日もオタコン書くことです。ありがとう。暇つぶしなの？暇つぶし？暇つぶしかも。なんか今時間空いてるからやろうとか、この時間なんか空いてるからやってみようとか、なんかみんなと普通に喋りたいみたいな、この時間空いてんだったらみたいな感じ。めんめんだから、まあなんかなんだろうな、聞かざらずに言えば暇つぶしやし、なんか聞かざって言えばなんかファンの方との交流みたいな、そういう系ね。私暇つぶしなのねなんかやめてや、そういうの。あ、出た、ダイス和田颯さん、偽物。ウェンディポンさんありがとう。ダイス MK061、 あ、さっきもいた、その人。暇つぶし会3夜連続。あ、そっか、お、3夜連続でやってんだ俺。俺ね、ほんと思い立ってやってるから、いつやったかね、ちゃんと記憶できてないかも。確かに、言ったら3夜連続ですね。あの、俺25周年、あ、25周年じゃない。25万人記念のインスタライブをさ、やってなくて。あの、スタッフさんとか含めてさ、12時間やろっかなとか言って、前言ったら、マネージャーさんが、あーとか言って、でも、4時間ぐらいとかどうですかとか言って言われて、スピンですか、あのスピンです。4時間ですかみたいな。4時間か。まあでも4時間でもいっか。みたいな。言ったら、あの30万人記念で4時間とか。って言われて、すっごい避けられてた。すっごい避けられてたんで。やっぱ俺は楽しいけど、スタッフさんはちょっと大変やし、こう心配なのかなと思うね、若干。あの普通にさ、自分が好きなこと喋っちゃうから、何喋んだろうみたいな。ね、だって現場の方が、現場のマネージャーの方がさ、一緒にいてさ、俺がさ、もしもよ、すっごい問題発言しちゃったとしてみ、
怒られるの誰みたいな感じになっちゃうから嫌なんだと思うんだよね、おそらく。ダイストルフィンありがとう、メンメンありがとう、モモピさんもありがとう。ヒゲ脱毛も終わったん？あー、ほぼ終わってるけどね、あと多分最低2回やればもう完璧、ほぼなくなるんじゃないかな。ソータ君とテレビ電話してみたい、もうほぼテレビ電話みたいなもんじゃないですか。さやさんありがとう、ちゃまさん、おちゃまさんありがとう。ソータ君見たくて髪乾かしに行けない、行ってください。髪話し始めたらソータ君コミュ力高いよね。確かに。ごまそうまさんありがとう、やすちーさんありがとう。あ、皆さんアルバムどうでした？実際なんか好きな曲あった？好きな曲あったですか？ありましたか？アルバム言うやつもとかやってんの？やってるよ。あのね、僕ね、あの昔からファンの人は知ってるかもしれんけどね、割とね青ひげでね、本数は少ないんですけど濃かったんですよ。本数少ないから伸ばしてもあんま意味ないし、でもなんか一個一個が濃くて青色になっちゃってたんで、あとひげ剃りを毎日しなきゃいけないぐらいすぐなんかこう生えてきてたんで、それで肌が結構荒れてたんですよ。だからヒゲ脱毛してからね、肌が荒れなくなりましたね。毎日聞いてる、ありがとう。好きな曲ありました？トユさん、トユさんありがとう、トシコさんありがとう、アサミさんもありがとう。ナイトオールが最高、わーいいね。やっぱりシトラスが一番。入ってないね、リバーシに。リバーシ入ってる曲で言ってくれ。どうせって聞くたびに、言葉を聞くたびに5歳の子供が歌ってます。いいね、スイートでいいね。クラップアンドクラップいいね。クラップアンドクラップなんてもうめちゃくちゃ盛り上がるでしょうね。なんか曲の中で音を大きくしたり小さくしたり、あとはあの僕の想定ではですよ、あの夏フェスで雄大くんがラストは下げ下げってこうブワーってロングトーンでバーって伸ばして後ろ無音になってて、こうでみんなでその無音で伸ばしてる雄大くんのロングトーンを聞いて、お客さんがなんかうおーめっちゃ伸ばすやんっていう拍手が頭に実は流れてて、それで作ったんですよ。そう、なんかよくない、夏フェスのさ、バーって広い会場があってさ、そこでさ雄大くんがボワーって伸ばしているところにラスルトが騒げーで、みんながうわすげーみたいな、アメリカみたいな感じですげー拍手が巻き起こるみたいなのを想像しているんです。ダイス MK さんありがとう、マイマイさんありがとう。ゾウタ君と結婚したい、うん、結婚はな無理だな無理だ。ウェンディポーンさんありがとう、タタボママさん、タカコタカボママさんありがとう。そうそう、いいよね、なんかちっちゃ小さな音でこんなやってるのを想像しながらね、やってました、作ってました。やっぱりカルテル最強、ウェイカルテル。家ですか？家じゃないです。ソータ君のことソータって呼んでいい？別に何でもいいけどさ、何でもいいよ、何でもいいですけど。だってね、俺もだって
呼び捨てに呼んでる時期だってあったやろうからね、いろんな人をさ。まあそんなことできないですけど。ちえみよたさん、ありがとう。たかぼママさん、あ、また。みんなツアーね、好きな人と行けることになったら、おいへへへ、やば、めっちゃいいやん。最高やん。好きな人と行くライブか。どんなんだよな。普通ないよね。俺初めてのライブ見に行ったのが2009年やったかな。トリプルAさんのバズ見に行ったんですよね、バズのツアーを。そう、あれが僕の人生初のコンサートですね。レイカさん、そう、だから僕ね、人のアーティストのライブ見に行ったことなかったんですよね。で、2008年にグランプリをいただき、トリプルAさんを目標に掲げていたので、エイペックスのスタッフさんからなんか見てきたらって言ってもらって見に行かせていただいたっていう。はい、アイナです。単語だけアイナです。私の初ライブはナチューラグ。おお、マジ？それはそれで珍しいよ、すごく。ありがとう。ソタ君見てたら熱上がりました。単語ってバズコミュニケーションね、一緒。いえ、クリームパンメリー、おい読ますなよ。ゆずが初ライブです、いいですね。ダイスが初めて、うわ嬉しい。ソタ人見知りさん、ありがとう。素敵なご縁ですね、トリプルAさん。なんかほんとね、トリプルAさんがあれだったんですよ。僕がオーディションを受けた時のアンバサダーというかプレゼンテーターみたいなやられてて、宣伝みたいな。なのですごく、ね、そういう、僕はもう本当にこのAbex という会社に入った時から見ていただいている先輩なので、そろそろ俺寝ますね、寝かせてください、おやすみ。高本ママさん、またアイムミサさん、あ、おー、わかりやすい名前、ミサさんなんだね。初ライブはリードさんね、姉ちゃんが好きやったね、リードさん。だから家でお姉ちゃんがライジングのアーティストの皆さんがすごい好きで、もう本当に僕も子供の頃からフォルダー5、リード皆さん聞いてましたね。三浦大知くんも子供の頃からパラシューターの頃からエヴァラスティンを聴いてたし、でデビューした時のキープイットゴーイングオンもずっと聴いてたし、アルバムを聴いてセブンティーンウェイズとか聴きながら17歳の大志くんを見たり、あとはダンスしたことないのにインサイドヨーヘッドとかのフリービデオを見て覚えようとしてみたり、デリートマイメモリーズのなんかフリービデオを見て覚えようとしたり、あとYour Love、クレバさんのトーライズのフリービデオを覚えてみたりしてましたよ。初ライブ覚えてみ、わー、すごい。
初ライブアスカさん、いいっすね。初ライブポルノグラフィティ、いやー最高、全員最高。ミマさんありがとう、大好きやっぴーありがとう。マッチングアプリで出会った人と会おうかも悩んでます。おお、それは確かに瀬戸際だね。面白そうやけどね、どうなんだろう。俺らはねそういうのは絶対ないからね、難しいけどちょっと判断が。でももう今時普通らしいですからね、もうなんかそのアプリで出会うとかがもう普通だから、あんまりなんか気負いせずにご飯だけ出かけりゃいいんじゃないですか。ちゃまさんありがとう。なんかね、一昔前やったらネットで知り合うとかって結構なんかこう人に言いづらかったりしたじゃないですか。でもそういうのがもう今ないらしいですからね。ストライバーイーグルス、おーい、すげえ、いいな。ゆうかちゃんありがとう。アプリで彼氏できました。やっぱそういうことですよね。だってさ、普通に生きてたらさ出会わない確率の方が高いですよ、人って。なのにそういうアプリがあることで、あのだってさ、自分のことがさ好きな人なんてさ絶対いるわけやん。こんだけ1億人もさ日本人がいてさ、世界で言ったら何十億人がいるわけだし、やのにさ、アプリで結婚して渡米しました、友達が。おお、すごいことですよね。だってさ、普通にそういうアプリが開発されなかったら出会うことがなかったわけですからね。ダイストロフィンさんありがとう。合コン開催しませんか。俺は大丈夫です。はい、ねえ、ファンの方はね、ファンの皆さんとの絆がちゃんとありますからね。ファントムワース初舞台感激をファントムワース劉邦、わーお、劉邦いいっすよね。俺も劉邦にまた会いたい。劉邦大好き、俺も。なんで劉邦、なんで劉邦の続きまだなんだろう。いやマジで最悪、俺じゃなくてもいいから劉邦の続き誰かやってほしいわ、見たいわ。いや小説出してほしい、小説。西田さん、ミサちゃんありがとう。旦那と付き合う前に1週間ご飯食べれなかった、なんで。トシコさんありがとう。パンテューさんありがとう。ヤスチーさんありがとう。ライブで山梨してほしい、あー行きたいね、早くダイスに会いたい、ありがとう。今の髪のめっちゃ似てる、ありがとう。リュウホはソータくんだよ、ありがとう。続き合うことを願うばかり、そうですね、ほんとその通りですよ。ソータくん痩せすぎですよ。痩せすぎかな、まだやで。でも全然まだまだ痩せたいよ。痩せたいっていうか別に顔痩せたいわけじゃないんだけど、ね、体を絞りたいっていうだけやねんけど。マウスピース矯正始めました、あいいな、俺より一足先に、羨ましいです。ももかちゃんありがとう。あ出た、エスゴリラさんありがとう。エスゴリラさんあかんで、あまりやりすぎた。めんめんさんありがとう。まだやってたんですね。出たその言い方。熊本来てほしい、ありがとう。行くね、大阪名古屋神奈川行きます。おお、アリーナですねきっと。ありがとう。ちゃまさんもありがとう。またももちゃんさんありがとう。うん、矯正していて顎痛くない。俺ね矯正してないからね、まだ。あのしかもマウスピースは痛くないらしいですよ。こんなにいろいろ話してくれるのは人見知りって本当ですか。人見知りってさ、初めての人と会う時に話す時になんか車に構えてしまうんですよ。僕が喋ってもと思ってあんまり喋らないっていうか、喋りかけられたら喋るんですけどね。ミサさんありがとうございます。逆に誰も喋ってなかったら喋るんですよ、これ面白いもんで。なんかすごい沈黙が続いて
ってたりとかすると喋るんですけど、誰かが喋ってたら絶対喋らないんですよね。これもしかしたら特徴かもしれないですね。小学校の先生のあの人見知りのね、小学校の先生していて、していてで止めたら続き読めへんで。夢と空の字、ちょっと読めなかった。私も人見知りです。あ、一緒だ。私も人見知り、同じです。人見知りだね、我々。ちょっと充電してみる充電してみる。充電すると書くことが難しくなるんです。いや、今すごいバランスで立ってます。実は11時15分ぐらいかな今日は。斜めだね今。だってあの刺してるからさ、刺してるところがこうなってんすよ。じゃあ俺こうやって映れば斜めじゃない？めっちゃ斜めってる。みずきさんもありがとう。ゆりダイスさんありがとう。人見知りだけどおしゃべりですよね。なんかね、話したいことがあるときはね、しゃべりますね。あとは誰もしゃべってないときにはしゃべります。へいへい、調子どうなの、そうちゃん。へい誰や、リサコさん、ありがとう。ご飯もういいの？ご飯ね、もうお腹いっぱいになっちゃった。アイさん、ありがとう。延長ありがとう今日はソダコの夢見そうです。おお、何、夢を、俺が夢に出てきたことあるんやね。ある人いるかね。夢に出てきそうって思うけど出てきたことないよな。うわ今の怖いみたいな、今の絶対夢に出てくるみたいな言うけど出てきた試しない、うん、花本さんありがとう。オンリーソタさん、レンフチビターさんありがとう。アイナナさん、今見始めた、どこですか？ホテル。明日祝日なんだ。明日祝日なんや。ケイコさんありがとう。ソータくんの夢とか何回もあるよ。ああ、ソータくん夢でサインくれ。おお、どんな夢、なんか面白い夢あったら教えてや。なんか俺がすげえ悪いやつやったとか、そういうのでもいいよ。彼氏と同棲のダンスの振りを今覚えてますって、すごっ。どっちかがダンス得意なのかな。夢の中でソタ君とハイタッチしたこと。
夢のソータさんにお前が道路の道路側歩けって言われた。めっちゃ嫌なやつ、めっちゃ嫌なやつやん。俺嫌だねそういうやつ。そんなことさせないね俺だったら。昔シッププレゼントしたの覚えてますか？ああ、覚えてる。よくなんかシップくれる人覚えてる覚えてる。ソウタ君がバリオンチで嫌いになる夢やだ。食べてんじゃん、いいよ別に。小腹が空いた時にちょっとさつまむぐらい許してよ。いいやんか。兄さん、ルムムさん、ありがとう。チカさん、ありがとう。チカさん、フランプールラブさん、あ、フランプールラブさん、今日もありがとう、来てくれてな。見てたの？寝ます、おやすみ、おやすみ。ゆきみこハワイさん、壁を乗り越えるときはナチュラル音楽があるって言葉を聞いて泣いてしまいました。ありがとう。ナチュラルだけじゃなくてダイスもありますから、いっぱいね。俺ナチュラルももちろん魂込めて歌ってますけど、ダイスもね、めちゃくちゃ魂込めて歌ってますんでね。ぜひどっちのライブも足を運んでください、ぜひ。すげえ、魂込めて歌ってますんで。なんか最近気づいたんですけど、なんかうちのねボーカルって、僕も抱くんですけど、あんまりなんかこうパフォーマンスしてるとかって感じじゃないんですよね。うん、なんかもっともっと、なんだろうな、もっとラフというかね、そう、ラフじゃない、ね、なんだろう、パフォーマンスじゃなくて何かをこう伝えるとか伝えたいとか、そういう方がちょっと強くて、あんまりなんかその俗に言うなんかこう見せるっていうか、なんかそういう感じじゃない気がするな。うん、旦那に名前で呼ばれない、なんて呼ばれてんのじゃ。うん、ザイアン、ザイアンさん、ジャイアンみたいな、ありがとう。ソウタ君、世界で2番目に好きです。おお、一番誰か聞いてみたいね。旦那、家族、それともアーティスト。旦那がシトラスの歌詞使って会話してきますよって、なんだそれ、めちゃめちゃ面白いな。うわー、熱を奪っていくわーっていうの。納豆好きだね、好きだね納豆。今日友達にソウタ君に説法を取ってほしいって話したら、あげてくれてめちゃめちゃ、ウェーイ、ナイスタイミング。後日もっとやばい接吻がね上がりますから、あんまりさ、あのさ、仕事外のところでさメンバーにさ頼むのってさ、すごい気が引けるじゃないですか。なんか
それぞれの時間の過ごし方があるのにさ、こう振りを覚えてもらったり、あとはなんかこうなんだろう、なんかしてもらったりとか、ちょっとリアクション取ってもらったりとか、そういうのって結構なんかさ、やっぱ人それぞれ自分のペースの中で生きて、俺とか特にやっぱ自分のペース乱されるのも好きじゃないから、そういう時にさ、もし当たったりとかしたらなんか申し訳ないなと思ってさ、なかなか頼めないんですけど、これはちょっと面白いだろうなと思ってこうお願いしてねやってもらったんですけど、すっげえ楽しみだから、みんなぜひ、みんないいねしてみんないいねして、多分 TikTok のライス公式に上がるんじゃないかなと思うけど、レフチバーターさん、ありがとう。納豆トーストはね、あんま食べたことないね。 SNMMM さん、ありがとう。ソータくん、同級生の友達で聞いてビビってる。その同級生なんていう名前ないの。最近ね、嘘つかれるんだよね。俺友達じゃないのに友達って言われてたり、なんかそういうのすっげー多いんですよ最近。はすみさん、ありがとう。くりちゃんさん、あ、くりちゃんね、ありがとう。はぁ、単発にする予定はありますか。ないんですよね。したいんですけど、痩せたらいいかな。顔がもっとシュッとしたら別にいいけど、ここにね、あるのとないのと全然違うんだよね、やっぱりね。アサムさん、ありがとう。後輩にダイスを勧めたら私より好きになってました。うえー、嬉しい。プロミス流れてて感動やって、スーパーで。うえー、ソタユーリさん、ありがとう。私の知り合いもソータ君の友達です。ほんま？誰なん？ほんまか？それ、友達の友達とかじゃない？それ、本当に友達？俺友達あんまいないぞ。俺がなんか友達ってこう言える人って結構少ないけどな。私もショートにしたい。ミカさん、ありがとう。アリエルの曲あげてほしい。いやー、あれだな、ちょっと木下さんのやつ聞いてから自分で歌うのちょっと嫌なっちゃったんだよね、すごすぎて。あのこの間、はい、ジャパンミュージカルフェスティバルで木下さんのを聞かせていただいて、なんかちょっと自分2枚いてもちょっと歌えないかもね、あれは申し訳ないわ、あれはうますぎて、あーやっぱすげえなっていうね。 D9200 さん、ありがとう。マイソラさん、ありがとう。レンフチビチビターさん、あ、さっきもいたね、ありがとう。リベデビルが仮面ライダーのお店で流れてた。うわ、それいいね。デロリーだってさ、このコメント見えてますか。見えてます。私の馬先、懐かしめのダイスの曲流れてる。おぉ、プロミス流れて仕事が生まれました。あ、そういうのあるよね。自分の好きな曲はさ、バイト中に流れてきてみたいなね。俺さ、伝えてバイトしてた時さ、自分でさ好きな CD かけてよかったんですよ、その時の新譜を。で、自分でこうやってセレクトしてね、かけていくんですけど、めっちゃ楽しかったもん。そう、めっちゃ楽しかった。当時自分の好きな曲を聴きながらお仕事できるってすげえいいんですよね。なんかドラマ見れてない。津田ひとみしろさん、ありがとう。居酒屋でパラダイブ流れててめっちゃテンション上がる。おお、またマイナーな。今気分最悪でソータくん見てるだけで泣けてきます。ありゃ、まあ、泣きたい時は一旦泣いてください。
泣き終わった時は冷静になってると思いますよ。大ちゃんさん、ありがとう大ちゃんさん。俺もさ、昔あの走なんかすごいランニングをさしてる時期があったんですよ。まだ若い頃、15、6、7ぐらいの時、すげえトレーニングしてて、毎日走っている中で結構なスピードで走ってたんですよ。あの優しいランニングじゃなくて、結構ガチでずっと走り続けるランニングしてて、体力つけるために。その時にトリプルAさんのクライマックスジャンプを聞きながら走ってたの。こうやってしたら、もう少し、あと少しっていうところで、なんか勇気づけられて、そこの時だけペースが上がるっていうよくやってましたね。職場でダイスのアルバムかけてるやって、ありがとうございます。ソータ君の笑顔に元気をもらっている。明日は仕事だし寝ようかな。おやすみ。ありがとう。今もランニングしてますか？俺はね、今はねランニングはできてないですね。膝がね最近弱い気がして、あんまり膝を痛めつけれないんですよね。だからランニングの代わりにダンスレッスンに行ってます。あと4分だ。あと4分で半にするか。今日は半で終わります、必ず。はい、クライマックスジャンプも仮面ライダーですよね。そうです、そうです、そうです。いいじゃん、いいじゃん、すげえじゃん。ストレスに負けない精神が欲しい。考え方次第ですよ。もう俺もね眠くなってきたから、さすがに。だから半までには終わります。おやすみ。あともうちょっと。今日雪で車を傷つけました。え、可愛い笑顔ください。かわいそう。いや難しいな、無理やったわ。ごめん、より傷を増やしてしまったかもしれない、いろんな意味で。ダンプラの着る服はみんなで話し合っておりません。最近はもう全く話してないですね。ノリ、まあでも大体みんなさ、そんな遠くなくいいよね。あの曲が曲なんでね、曲で大体わかるじゃないですか、何着よう。大体ね、なんかすげえヒップホップの曲にさ、スキニーのパンツ履いてこないでしょ。画質が悪い。なんだよ、なんだ。明日一日除雪、あ、いやー6時間授業が終わった。お疲れ様です。最近喘息出て苦しかった。あら、俺も最近出たよね。え、俺も最近喘息久々に出たかも。しんどいよね喘息って。花に毛布のサーフォス、その主題歌は悪口で好きになりました。ありがとうございます。そんな悪口、僕が初めて一人で作詞をした楽曲ですね。それまでは共作ばっかりだったんですよ。なかなか一人でやらせていただけず、やっと自分が一人で書いた歌詞を使っていただいたのがその曲です。やっぱさ、段階があって、なかなかそんな簡単に最初から自分が作った曲もやらせてもらえないし、今なんて本当幸せですよ。だって自分が作った曲をメンバーが歌って踊ってやってくれるわけですからね。今日だってプロミスも自分が作った曲やし、自分が作った曲でテレビ出れるって本当最高ですよ。
どうせもそうだけど、なんかたくさんの方に自分が作った楽曲を聴いてもらえる機会があるっていうのは本当幸せですよね。ね、ファンの方はもちろんですけど、ファン以外の方にも聴いてもらえるっていうね、その環境がすごい。タフユーさん、ありがとう。ユーキウイのさんのチェキはいつ撮ったのですか。なんだユーキウイさんのチェキ。ユーキウイさんのチェキってなんだ。ユーキウイ。ひらがなでユーキウイってなんだ。元さん、ありがとう。止まる。画質悪くなった。ありゃー、また。リザードも好き。あー。曲ね、いいよね。あと15分。悪口聞いてファンになりました。ありがとう。今日はシトラスも作詞させてもらった楽曲やし、明日もシトラスとあれですかね。そうですよね。はい。明日も楽しみですよね。シトラス。あれ？言っていいのか。プロミス本当にいい曲、ありがとう。 I wanna be a hero。 振り、すごいよね、サビが一番激しい振り付け。今日すごいね、悩んだよ、踊るか。本当にあのサビめちゃくちゃ神経質なサビやのに俺めっちゃ動いちゃった。今日普通にサビ踊っちゃった。悩むよね、本当サビって。あんまり踊らんフリやったら全然、っていうか今までさ、サビは絶対踊ってるんですけど、やっぱね、シトラスどうせ発表されてる。よかった、ありがとう。はい、シトラスどうせ歌います。はい、1秒でいいのでどうか構ってください。みのり1秒。はい、そのおちゃん、ありがとう。約束ポーズ。記憶が語り、そうたくん落ち込むタイプ。落ち込むタイプですね、怒られたら。飾れた絆で今を。すごいよね。エクボ、こっちしか出ないんですけどね。アホの母さん、ありがとう。目がかわいい。怒られることありますか。怒られることはもうないですね。でも今はね、昔はありましたけどね、いっぱい昔はありましたね。今はもうないですね、怒られるようなことはね。怒られなくてでも分かりますからね、大人ですから。でもっていうことですよね、きっと。怒らなくても分かりますよねってことでしょ。なんかあったとしてもね、ぼやける。なぜメンバーに怒られることありますか。ないですね。メンバーに怒られることはないし、怒ることもないですね。うちは本当そういうの極端に少ないかもな、良くも悪くも。マーミーちまーめさん、舞台とかで怒られないんですか。怒られないですね。怒
怒られないよそんな。演出家さんによると思いますけどね、僕が今まで演出していただいた皆さんは本当になんか優しくて、割と僕がのびのびやってもいい作品ばっかりだったんですけど、さすがにちょっと次からはそういうわけにはいかなそうですね。あのジャージーボーイズは怒られるのは必須だろうなと思っております。すでに怒られるというかね、やっぱりあのなんかお前何してんねんみたいなのはもうないと思いますけど、その違うとか、あいやもっとこうとか、そんなのはねめちゃめちゃあると思いますよ。チャーリーの時もありましたけどね。明日何時に起きるの？明日は僕は7時に朝ごはんを頼んだので7時に起きて朝ごはんを食べます。旅行に行くならどこがいいですか？うわっ、熊がいる。俺飛ばされるから。歌手になるにはどうすればいいですか？運と、まあ、あとは自分の発信力じゃないですか。今はどれだけ自分を売り込めるかじゃないですかね。あの僕らの時代とは違うんでね、もう僕らがやってた頃はなんかオーディションで合格したりとかなんかしなきゃ、スカウトされなきゃとかだったけど、芸能界に入るためにはね。でも今はもう自分でどんだけお客さんを集めれるかっていうところの方が重要ですからね。でもそれで言ったら僕ぐらいよりもはるかに集めているアマの境目なんてないよね。もうだって TikTok だってもう世界中の人がダンサーやん今って。画質が悪い。あらららら、さなえさんありがとう。夏海そたさんありがとう。あと8分で終わるからごめんね。ABEX になってからお給料増えましたか？俺はね ABEX 以外に行ったことがないのでお給料が増えるっていう感覚はないです。あの ABEX にしかいないんでね、他の事務所にいて ABEX に来たわけじゃないから。画質も悪くなるし止まるやって。あ、俺の携帯が熱いんだわ。それだ、それそれ。多分ね携帯がね熱持っちゃった、さっき充電しちゃったから。ほら冷やすわ、冷やせば若干戻るよ。朝起きるの得意、めっちゃ得意です。僕レーベルの話では、あーそういうことね、ユニバーサル時代と ABEX になってからってこと？いやもう全然変わんないですよ。だって事務所ですから重要なのは。そんなお給料なんて変わりません。重要なのは事務所です。冷蔵庫に入れるそれあかんらしいで、ね、やめてきや。のぶみさんありがとう。のぶみさん、さなえさんありがとう。朝苦手どうしたらいい？朝起きるっていうのは、まあ、正直自分との戦いは責任感ですよね。そこだと思うんで。フランプールラブさんありがとう。なんでエビクサ入ったの？あのオーディション雑誌の1ページをめくった時にエイベックスのオーディションが1ページ目だったっていうのが、まあ本物の最初のきっかけですね。俺大見愛さんありがとう。さなえさんありがとう。なあみさんありがとう。ちいみさんありがとう。いつもどんくらい寝てますか？あでもね今日ちょっと眠めやから12時今からでしょ。お風呂入ってシャワー浴びて12時1時
1時に寝たとしたら5時間ぐらいか6でもね7時に飯食うから、そう7時に寝たんじゃったの。だから6時半に起きたとしたら5時間半ぐらい、あ4時間半ぐらい寝れるか今日は。画質があんやー、あと5分やから我慢して、もうあと5分で終わるんで。もしかして何を朝食べるの？朝ごはん、朝ごはん、朝ごはんをね、和朝食を頼んでみたの。俺朝ごはん食べるの好きやからさ。聞こえなくなった、やべえ。聞こえる？聞こえますか？もすけさん聞こえますか？不自由さん、あの声が聞く最後の最後で音が聞こえない。え、聞こえるんかい。おいおい、恥ずかしいやんけ。聞こえてたんかい。疲れた日はパンツ一丁で寝るといいですよ。え、なんでなんでなんで。ずれてます。聞こえる、あ、聞こえる人とずれてる人と聞こえない人がいいのか。さなえさんありがとう。え、なんでなんでパンツ一丁で寝た方がいいの。パンツ一丁で寝っか。じゃあもって、なんか時差がすごい。ダイス、クーダイスありがとう。声が先に聞こえてくるけど口の動きが遅い。あれ、じゃあ俺早く喋る。ありがとうありがとう。これでどう。ありがとう。さあそろそろ、またね。どうどうどう。さあそろそろ、ぬるぬ、あ、寝るね、あ、ぬるぬ。ありがとう。これで俺もずっと喋れるからね、正直。あ、俺の口が動いてなかったらさ、正直さ、あれやんな、何になっても別に画面が遅れててもあんま気にならんやんな、俺の口が動いてなかったら。ほらこれどう、これといけるべね。俺一刻どうできるから、さすがに。ダイスドルフィンさんありがとう。オミさん上手、口動いてないと違和感ない。いやったね、ありがとう。口の中で動かしてんねん、こういうの得意やから俺。あと1分一刻堂、一刻堂で最後終わりますね。一刻堂さんで、みさちさんありがとう。終わる前に手振って、あいよ、ありがとう、ありがとうね。めっちゃ嫌。嫌とか言わんといてくれる？だって音がずれてるからしょうがないやんか。チャマさんありがとう。うん。最後はね。トール君とユータ君同じ部屋、同じ部屋なわけないでしょ。ありがとうね。オッケー。じゃあまたおやすみな。またね。バイバーイ。バイバーイ。